はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。電動馬シリーズっていうのあります。なんだろう。編成馬を登録できても、これ登録したとしてもサイクが問題なんですよね。弱くなってもいいから登録できるようになってほしい。お、なんか来るぞ。お、ウォーエンブレムだ。ウォーエンブレムは初めてですね。電動馬である必要があるっていうのがね。まあ諦めて続きましょう。今回は型のトルコライスです。宝塚記念1着取りましたね。というわけで今夏です。夏ってどういう競馬があるかというと、ドンシャンもあるし凱旋門賞もありますが、ここはもう一回 WBC に4週ぐらい調教して調整させたいと思います。編成には得意じゃないって言ってますね。人参好きですね。一気に重い調教をさせましょう。気合十分ですね。何かご用でしょうか。ちなみに馬体重はどうなんだろう。これがベスト体重か。510キロ。大根ですね、大根。いい感じですね。クエストを達成しました。大人ですからね。あまりやらない方がいいかも。これでこの状態で状態が悪くならなければ出しましょう。頑張りましょう。勝負根性かな。大根506キロで大根って言ってますが、
あ、そうだ、プラス4キロのもあったんだ。これですね、疲労回復。野生の馬体重ですね。何かご用でしょうか。はい、WBC 行きましょう。1800から3400ですね。そしてロングディスタンスはちょっと無理があるから結局はターフになるというとこですよね。そしてちょっとわからないですが、ひとまず遠征してみることにしました。あと13分以上結果がかかるまで時間かかりますので、また後でお送りしたいと思います。また後で。はい、WBC、実はですね、数日経ってしまいまして、もう結果が出てしまいました。2着ですね、 WBC ターフはご覧の通りを通じて武豊が乗ってくれなかったですね。で、再生機能ってないんだよな。510キロなんだ。だからしばらく休ませます。やりました、ありがとうございます。ほんとパチパチパチですね。イベント開催中です。さあ、どんどん週を進めていきましょう。今回はどのレース出ましょうかね。もう秋イベント開催中です。気がつけばイベント開催中です。ミキュー、まずまずでしょうか。お、気がつけばあと73週なんですね。これは重すぎるやろ。まあ、6週からどんどん絞っていくんですが、ちょっと重量が。イベント開催中です。さすがにこれ重いでしょうと。気合十分ですね。お、空き店があるんですね。空き店。ちょっと待った。空き店。メルボルンカップも実は距離がいけるんですよね。あくまで登録しときましょう。何かご用でしょうか。ああ、まだわからないか。あら、大根ですね。なので、せっかくまだ馬体に余裕がありますね。馬体に余裕があると、まあ、当然ですよね。4キロプラスになっちゃったからな。イベント開催中です。ご用でしょうか。ああ、510キロで変わらずですね。さあ、ここはどう選ぶか。嬉しそうですね。これであと2周。おっと、調子が落ちたぞ。クエストを達成しました。適正の馬体重ですね。調子を回復させないといけません。何かご用でしょうか。さあ、来翌週。今週はレースがあります。調子が良くない。いい感じですね。人参で回復できるか。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。回復できました。ちょっとプレゼントを達成しました。イベント開催中です。
さあレース出走です。前回本当すいませんでした。一番人気です。 1.4 倍、ダンボスの一番人気です、ね、ただいまより投票受付を開始します。58キロですか。牝馬で58キロってどんだけあれなんだ。ハンデ戦背負わされるんだ。ちょっと前が止まらない展開かもしれん。デルタブルースを買っとこう。ポロックとかいるんですよね。ポロックとか距離持つんかな。まあちょっとレース見てみましょう。不安しか感じないですよね。ピタオトルクライス。イエーイ。さあスタートは次になりますし、距離が長いですしね。直線の長さとか届くんかな。G はメルボルンカップを発想です。19世紀半ばに創設された南半球最大のレース、メルボルンカップ、いよいよスタートです。左回りか。ゲートが開いて飛び出した。まあ悪くないスタートかな。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。イエーツが上がってまいりました。バンデラ、その外にリッピング、それからベイビーベター、そして5番手に2番レイリングス、その外からは5番ポップロック、8番ジョーディランド、それからもう1頭デルタブルース、それから荒らされましてコーキーと11番パタノタルコライス、ピンクの帽子が馬込みで揺れています。そのうちからはオンガイテューン、しんがりから6番ペッドターナー、流れるようにレースが進んでおります。イエーツがかなりリード、ちょっと離されまして3番バンデラ、そしてその後ろからギッピング、内から1頭ベビーベタ、セイリングス、その後ろでやりましょうか。5番ポップロック、外から1頭ジョーディランド、そしてそのうちに1番デルタブルース、注目のカタノトルコライスと武豊騎手、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そのうちコーキーとオンガデューンはその後ろ、そして外からは6番ペッドターナー。もう一度整理しておきましょう。5馬身くらいの差をつけてイエーツが先頭です。この辺りちょっと離れている3番バンデラ、そしてその後ろから10番ジッピング、これと一緒にベビーベター、2番レイリングス、外を通りましてポップロック、それから足毛の馬体ジョーディランド、そのうちに1番デルタブルース、これが人気を集めているカタノトルコライスです。内を通って7番トーキーと4番オンガイテューン、6番ペッドターナー、これがしんがりであります。もう一度前から整理しましょう。先頭行くのはイエーツ、5馬身リード、3番プロイバタイバンデラ、10番ギッピング、内を通りましてベビーベター、2番レイリングス、外を通ってポップロック、ジョーディランドがその後ろ、そして内からは1番デルタブルース、注目は何といってもカタノタルコライス、圧倒的な人気。内を通ってスルスルとコーキーとが上がっていきました。オンガジュー徐々に差を詰めます。一番後ろにレッドターナー。さあプレミントン競馬場は大歓声であります。ピンクの星パタノタルコライス追い込む体勢に入っている。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。内を通った武豊とパタノタルコライス、コーキーとが差を詰めてきた。大外から強襲、コーキーとベイビーベターが先頭に立ちました。捉えた、かわしたパタノタルコライス、内から懸命に9番ベイビーベター、パタノタルコライス快勝。強い馬が強い競馬、これこそ競馬の醍醐味だ。もう追い込み変わりますね。やりました。見事な勝利です。いい仕上がりです。チーズで体重を増やすってなってますが、増やすな、チーズじゃない。どうしましょう。何かご用でしょうか。
れたとなってますね。休ませます。今11月を2週ですか。有馬までは出させたいが。クエストを達成しました。農園で収穫できます。農園で収穫できます。収穫できるようになりました。イベント開催中です。イベント開催中です。はい、というわけで、今回見事に G1 を取ることができました。 G1 海外遠征の G1 メルボルンカップも取ることができました。これ海外遠征初勝利ですね。香港バーズドバイターフと2着3着と跳ね返されてきたんですが、これをこのレース取ることで、次につなげられると信じたいと思います。今 G1 4勝ですか。早くWBC 取ってどんどん稼いでいきたいですね。今3080枚ですからね。残り週が67週、早くも半分になろうとしておりますが、賞金を積み重ねていきたいと思います。よろしくお願いします。高評価チャンネル登録もよろしく。また、ブログツイッターやっておりますので、見てれば説明欄に記載しておりますので見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。